下の白い下地には白を入れてます。で今回の茶色の鍋は下地を入れてベース色を入れてエイジングをかけていきます。まあ基本的には多分その鍋のマスクみたいで、で、使い方が、まあ、ここの鍋の水とかにも、麺がすごい大事で、ここに調合できて、使っていただくと、まあ、どうかというですね。まあ、その辺ではもう、赤くなったり、皮に広くなったりと、まあ、冷凍の鍋とかを入れて、その辺も入れようかな。じゃあここに引っ越してきてまず一番最初に何がしたいですか？ワインと乾杯です。で、どんなことしたいですか？ここで。ここでのこうライフスタイルだとどんなこと？僕はやっぱり映画見たかったんですよ。いや、行かないで映画見たかったんですよ。ああ、こっち側ね。うん。皆さん、どうでしょう？待っとるで。